たまたまプロレスしてからボディがすごく良くなったんで、うん、で上手だなと思って。あそう。世界の笑いに褒められると嬉しいね。全然上手です。カットボスならこっちの方がいいな。ではですね、はい、最後は、うん、あの新井さんにね、全日本ラリーに参戦中の車両を今日は持ってきていただいているという、うん、お話を伺ってるんですけど、はい、じゃあ、え紹介してください。いや、ちょっといろいろありまして。何あの実はコースアウトして、ね、バックした時、木にぶつかって後ろの後ろので、ちょっとバンパーが壊れてしまいまして、うん、で今ちょっと板金してまして。なるほど。それで、で今日はあの会社のデモカーを、うん、違う車を持ってきました。そうだったんですね。じゃあこれ一緒じゃないそれね。そう、新井さん何が違うの。ノーマルとこちらの車は普通の S4 を改造しているので、はい、600万はしません。おお、ただあの STI さん の, その下のスポイラーとかその辺は全部ついてまして、はい、あとスプリングが、うん、あの弊社のオリジナル の,、うん、あのスプリングをつけて、ちょっと底が下がるんですけど、うん、でも遠ミリぐらいなんですよね。だからちょうど大人のちょっと気持ち下がってるかなぐらい、うん、はい、キャリパーも変わってるじゃない。キャリパーも変わってます ね。キャリパーも大きいのになって、ね、はい、でこっちが良かったらどうすんの。それは STI さんに聞いて企業努力ですね、はい、ほらブレーキでかいもん。確かにね、キャリパーがでかい、うん、あとボンネットも今あの今度発売するカーボンのやつをやってたので、これは軽いわ。ね、トシさんこのボンネットいくら。値段が分かんないんですよ。値段分かんない。社長社長でしょ。社長でしょあなた。まあ、いやでもなんかこのカーボンにするだけでなんかちょっとなんか、はい、豪華さとさ、かっこよさが出ますよね。全然軽いもんね。あと風もちょうどそれこそさっきのあのニュルの車みたいに、うん、空気抜くのに、うん、あのダクトがついてあって、本当だ、はい、ここの部分はあれですね、こっち側のかっこいいね。そうですよね、うん、これはじゃあ足とブレーキと、そうですね、あとタイヤもですね、標準よりもちょっと大きいんですよね、これ。あ、そう。19インチで普通このサイズなんですけど、245の3519なんですけど、こっち245、4019にして大きくしてるんですけど、うん、まあ乗り心地よくなるのと、うん、あと車高もちょっと低く見えるのと、かっこいいね。あの、はい、これ、はい、いい。いい、ざっくりしてるね。なんか暑いせいか、すげえざっくりしてる。暑いせいか。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。これあれです、可変のサスペンションなので、うん、それをだからサスペンション変えちゃうとそれが効かなくなっちゃうので、うん、それなんでスプリングだけにしたんですよ。あ、そうなの。今全然走ったりしてないでしょ。何が
や毎週走ってる。毎週走ってる。毎週だってこれ YouTube のロケでさ、毎週走ってる。すげえ上手だなと思って。まあそう。世界の笑いに褒められると嬉しいね。全然上手。なかなかこんだけ跳ねってね。うん。なかなか走りづらいじゃないですか。キャロスあたりから蹴られてるみたいな。毎週こんなことやってるよね。さすがですね。でもね、なんだろうね。だから全然年取らないですよ、うん、ね。こんな仕事しか来ないもんね。いいじゃないですか。まあね、机に座ったらすぐじじいになっちゃうから、ね、本当だよね、あのね、うん、スバルのワークス STI の方は、うん、大人な人が好む、うん、で世界の洗いは、うん、やんちゃな人が好む。あどっちかっていうと向こうあの STI のワークスの方はね、うん、もうこれでいいやっていう、うん、まあそうですね、大人な人が乗りたがる、うん、まあ、そういう人を対象にしてますよ、ね、これはね、うん、かっ飛ばしたい人。ああ性格出ちゃったかな。やっぱ性格見えますね。群馬とかあっちですからね。群馬とか、まあだけどね、北関東ですか。あの落ち着いた人とやんちゃな人で分かれる。ということは土屋さんは俺こっち。こっち。俺こっち。おなるほど。こっちの方が、うん、なんか昔俺が乗ってた AE86 の足回りみたいな、あ割とこう固めでやってんぞみたいな。これはね、うん、品がある。あーメーカーが作って変がなかったよね。怒られちゃうよね。狙い通りです。だからそういう住み分けができますよ。なるほど、うん、大人がそのダブル X 乗りたい人はこっち、うん、でやっぱこうやんちゃ系はこっち、世界の荒井。なるほど。荒井さん、はい、あの実際あの土屋さんの横に乗っていかがだったでしょうか。いや上手です。はい、すごい。土屋さんの年齢を知ってるので毎日走ってるんですかって聞いちゃったんですよ。もう毎日走ってるって。毎週こんな仕事しか来ないんだよ。ブラインドコーナー全然躊躇なく言いますからね。さあ、あのケイちゃん、はい、これちょっとね今回ね、そうですね、スバルのモータースポーツ、ね、いろいろ STI の車を確保しましたけど、ね、どうですか感想は。すごいあのそれぞれね、はっきり性格が出るんだなと思ってね、今伺ってたらさすがだなと思いました。やっぱ出る、うん、あのやっぱメーカーってこういう乗り心地を絶対崩しちゃいけない、うん、世界の洗いはそんなんじゃいけないって。まあどっかアウトロールとかありますか。あるそれぞれの、ね、持ち味ですよね。イケイケ親父が作るとこうなるんだなっていう。でも逆にさ、あれさんは今でもこれを作れるっていう、そこがやっぱりあれさんのいいとこだよね、うんうん、そうそうですよね。そこはね、若さの秘訣でこのおじさんは、まあ、世界の今回のこのスバルの、はい、これ特集楽しかったですね。楽しかったですよね、はい、いや面白い、本当に面白い、ね、本当にじゃあそういうことで、はい、はい、そうですね、はい、またあの今度ご機嫌になった車も持ってきていただいて、ね、お待ちしております。ぜひご機嫌の時にまたやります。私もラリーさん持ってきます。あー、いいですね。お待ちしております。僕は600万だね。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めてあの提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひあのうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、あの、はい、本当に、ね、あの AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとは、ね、あのケリー氏の車の話という、ね、そうですね、番組にも、ね、あのたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひ、ね、あの振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、はい、あの板金塗装で
おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、あの塗装部もバンキングもね稼働していますけれども、まあね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売買取ならアヘ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。